10月22日、1939年の今日は、俳優、黒部進さんがご生誕された日です。ウルトラマンの早田として圧倒的に有名ですが、ゴジラ作品にも多くご出演されています。三大怪獣地球最大の決戦で暗殺団の手下を、ゴジラの息子で観測機の機長を、怪獣送信劇ではコントロールセンターの職員を演じました。 この時の役名は黒岩進だったそうです。VS キングギドラ、VS モスラで航空自衛隊幕僚長を、ゴジラ対メガキラスでは海上自衛隊幹部役を演じています。ゴジラという作品の枠を超えて、黒部進さんは今でも特撮界になくてはならない存在です。